はい、皆さんこんにちは、里井ライオンです。今日は先日お題いただきましたレジンアートフラワーの中に入れるポピーというお花についてお話ししたいと思います。この後ろの方にこちらですね、飾っております。こちらがポピーの花です。全部で、5色用意しました。ですね、こちらのポピーなんですけれども、実は昨日購入して、昨日の状態だとまだつぼみだったんですね。でもポピーって1日でこんなに早く咲いてしまうんです。でつぼみの状態で買ったので、実は何色の花が咲くかちょっとよく分からなかったんですけど、運よく5色全色買うことができました、はい。で今回ですね、レジンアートフラワーを作成するのに、こちらの、ポピーの花が大好きだっていう方がいらっしゃいまして、そちらの花をぜひ、きれいにドライフラワーにしてレジンに封じ込めて一生ポピーを楽しみたいなっていうことでしたので、オーダーの色はオレンジ色です。オレンジ色のポピーをドライフラワーにしていきたいなと思っております。さて、ポピーって言ったら、皆さん知っておられるかと思うんですけれども、だいたい3月から5月ぐらいに咲く花です。で、よく、見かけるのが、道端にね咲いている花が長見ひなげしっていう種類のポピーになりまして、こちらはよく見かけるタイプのポピーです。あとですね、他にオリエンタルポピーとかひなげし、アイスランドポピー、カリフォルニアポピーっていう種類もあるそうですよ。はい、でこのポピーですね、実はケシの仲間って言いまして、安全なものと危険なものとあります。でポピーは安全なケシです。で危険なケシっていうのもありまして、麻薬の成分が取れる、そういう成分が入ったケシになりますので、こちらの方は栽培が禁止されています。で、今日本で栽培されているのは安全なケシ、ポピーですので安心していただいたら大丈夫かと思います。たまにもし見かける花で紫色っぽいしたこういうタイプの花でなんかちょっと大ぶりの花をちょっと見かけたら、そちらの方はちょっと危険なケシですね。そちらの方はあまり手に取ってみることはやめた方がいいそうですよ。はい。で、そのさっき安全なケシと危険なケシと両方あると言いましたけれども、これ見分ける方法がありまして、パッと見てこれは安全なのかな、これは危ないケシかなっていうのを分かる方法があります。はい、ですね、安全なポピーっていうのは、つぼみの状態の時ですけど毛が生えてます。なんか動物の、ゾウさんをちょっと想像してもらったらいいかなと思うんですけど、あんな感じでこう毛がいっぱい生えてまして、で、毛が生えてるのでこれは安全なケシだなって思っていただいたらいいです。でその反対に危険なケシっていうのは毛が生えていません。ツルツルなんですね。なので、毛が生えている、毛が生えていない、それだけで安全か危険かっていうのがすぐに見てわかります。はい。
それでですね、ケシっていうと、まあ、危険なものがあるって先ほど言ったんですけれども、危ないとか、まあ、そういうイメージがあるんですけど、麻薬というイメージが強いかもしれません。でも実は食べられるケシの実もあるんですね。食べられる実って言ったら、ケシの実って言ったら、実は誰もが知ってる食べ物で、スーパーとかに行っても手軽に購入することができるんです。皆さん何だと思いますか？それはですね、アンパンの上に飾りとして使われている粒々です。あの粒々がケシの実なんですね。ごまの、あのアンパンもありますけど、あのもっとちっちゃいあの粒々茶、なんかごま、白ごまみたいな粒々がついてるのが、あれがケシの実でポピーシードと言います。私も知らなかったんですけど、あれ普通に小さい時から食べてましたね。はい、皆さんちょっともしアンパンを食べる機会がありましたら、もしかしたらケシの実かもしれません、ごまかもしれませんが、ぜひちょっとあの意識してアンパンを見てみてください。はい、今日はポピーについてお話をしていきました。はい、また、ドライフラワーが出来上がりましたら、またこちらの方でアップしていきたいと思います。はい、では今日はこの辺で、さよなら。